背骨っていうのはまあ3つの動きしますね、前後の動き、屈伸で、側屈という横の動きと回旋というこの3つなんですね。背骨ね、まあ、体幹部もそうです、ね、この3つのどんなすごい動きもこの3つのね組み合わせなんです。太極拳の技のこの3つの組み合わせ、まあ、要するに3つ3次元の動きですね。3次元ってどういうことか分かりますかね。3つ軸があるんですね、はい、でこれ全部軸周りの回転運動ということになります。屈伸ということはこういう動きですね。体幹部で表すとこういう動きです。この動きは、まあ、軸って3つありますが、縦軸と横軸と前後軸ですね。この動きはどの軸周りの運動か分かりますか。動きとしてはこれだから前後に動いている動きになりますよね。これね、あのこういうこの股関節周りで動くこの動きも前後の動きですよね。これで考えたらちょっと分かりやすくなってくると思いますけれども、例えばこれどこにどういう軸が通ったらこういう動きになるんでしょう。そうです、そうです。こう軸がシャフトが通れば、昔の携帯電話ですよ、パッタンってなるここに軸通っとるからこうなる。だからこの動き全部、背骨も全部です。背骨がこういう動きするってことは、こう軸が通るからこういう動き、うん、だから、これ屈伸という動きですね。体幹部ね、は横軸の方が、この軸をしっかり分かっておくことも、まあ、今後ね、このフィジカルコードを学んでいくのと学んでいく上でめっちゃ重要になってくるんですね。じゃあ以下同文で考えてみましょうね。まあ、横軸1個なくなったわけや、あと2つに1つなんですけど、次この側屈っていうのは横の動きですね。これは、はい、これがさ、刀でバシャーッと突き刺されたらこう回るでしょ。あ、なるほど。そうそう、あーなるほど。そういうことですか。だからこれ側屈は前後軸周りの、これ分かっとくことね、めっちゃ大事ですね。で、回旋は回線でこういう動きだから、こんな軸なんですよね。縦軸です。はい。ということ、これは、あの、前提の、まあ、知識として、知っておいてください。体幹部の動きってね、もう、あらゆることを変えてくれるわけですよ。僕は整体師だけど整体師にあらずでね、もう本当にいろんな整体師にそんな相談するなよっていう、相談を受けてきたんですよ。結婚したいんですとかそんなこと言う、ほんまにでもね、整体院にねどうされましたか、結婚したいんですはみたいなそれ結婚相談所でも行ってくださいよ言いそうなんねんけど、でも頼ってきてくれるから一応頑張るわけよ、ね、いろいろ聞くわけよ。え、それ相手いるんですかって、いない、あ、いないかみたいな。彼氏さんはって言ったら、いないんですよ。あ、そうなんやって。え、もうどれぐらいいないんですか。10年いないんですね。僕もさ、合コンとかそういうのをやってる人いるじゃないですか。そんなん行かない。いやー、でも私なんかもうちょっとね、自信が、あ、自信がないんですか。わかりました、じゃあ自信まずつけましょうかとか ね、自信つけるためにはまず姿勢作りですよ、ね、じゃあケツプリン、おっぱいプリン行きますかはいとか言うね体操やりましたか。最近そんなんじゃ結婚できないですよってあのやってみてね、まあ、その人結婚し始めましたけどね、僕のおかげというかね、そうやいろいろやってみって言ったから行動し始めたんですよね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。